座演座の演説を引き金にして青年将校により構成されたセブンスターズ3人を軟禁した上でギャラルホルン地球本部そしてマクギリスは自らの目的を果たすべく幕ギリス・ファリド親の愛情を知らず力なき者は地べたを這い力ある者過酷な環境下で捉えた世界の形はファリド家に拾われそして彼がたどり着いたこの世界における最ガンダム・バエルギャラルホルン創始者アグニカ・カイエルの魂が宿るマクギリスはこの日のためにグレイズ・アインをはじめとする数々の実験を重ね自らの体にその禁忌を施し聞けギャラルホルンの諸君今ギャラルホルンを名乗る身ならばこのモビルスーツギャラルホルンにおいてバエルを操る者こそが席次も思想も関係なく従わねばならない革命はなされたアグニカの魂を手にする者は組織内に語り継がれたその伝説にのっとり今この時マクギリスはだがの名はガエリオ・ボードウィンガエリオ・ボードウィンはここに宣言するマクギリスの真意を見極め偽りの仮面を外したかつての友に殺された男は友が否定する全てを背負いそしてアリアンロッド艦隊司令ラッサル・エリオンより告げるガエリオ・ボードウィン彼はマクギリス・ファリトマクギリスは地球外縁軌道統制統合艦隊を手に入れるためにさらに養父であるイズナリオ・ファリド卿を失脚させ家督を乗っ取りしかもこの後に及んでギャラルホルンの創設者アグニカ・カリアリアンロッド艦隊はたとえギャラルホルンの法に背いても錦の御旗を掲げたマクギリスに対してアリアンロッド艦隊は徹底抗戦に挑む伝説と歴史の激突その大きなうねりに飲み込まれる鉄火弾
射程範囲に捉えます。攻撃を開始して、こちらも仕掛けます。生かして返さん。手伝ってやるよ。ですわ。逃がしはしない。 さすがに自分の運命までは予測できなかったようですね。 やれやれ、手間がかかる。待って、追って、落ちまくれ。どうかこの場は行かせてください。行って。こんなところでやられるわけにはいかない。
も覚悟もねえけどさ。いっけバカな。調子に乗っていられるのも今のうちだ。本気で来いよ。お前らのやってることは全部無駄なんだよ。やってみせます。やらせない。これなら。これ以上続けても無意味です。今のうちに投降してはどうですか。仕掛けもなんとやらだ。撤退するしかないのか。戦争は誰かを殺すたびに生きていることが実感できる。
この戦況で、未だハーメルンの笛を吹き続けるか、マクギリス。Sure!